皆さんこんばんは、くるくるクールです。皆さん、昨日のトラウマ界の発表動画見ていただけましたか？どれもいいコースばかりなので、皆さんももしよろしければ遊んでみてください。さて、今回やっていくのは世界のとても難しい注目コースから炎の階段、コウスケさん。クリア率が 1% ジャスト、ベストタイム25秒。どんなコースなんでしょうね。炎の階段、まあ、バーブルとかファイヤーバーとかいっぱいあるのかなっていう想像はできますが、なるほどね。これはブロックは絶対叩いちゃうみたいなので、いかに階段一つ一つをつまらないでいけるか。待って、あ、そこも出てくるのね。了解、わかりました。これはタイミングよく行った方がいいのかな、というかそうやっていかないと無理みたいな気がしますが、これはいけるか。ここです。ああ、自分から当たりに行っちゃった。でもいけそうな気がしませんか。いけそうな気がしてきた。まずここの一番最初の下の段、ここは全部同じタイミングで出しましょう。それが一番大事。ほい。そしたら左のが来たら降りていく。ここです。はい、落ち着いて。ここです。はい、ここです。はい、ここです。はい、いいね。ゆっくりだけど確実にいけるはず。もう一個左は出てこないんだっけ。あ、出てこないのか。オッケー。こっからはどうしようか。上の音符のところも出てきてないけど多分出てくるんだろうな。ここは集まらないように登っていけるか。あと音符の下に変な風に入っちゃわないか。オッケー。さて、ここは一番右側のバブルだけ見てればいいかな。いくよ。ここです。ちくしょうめうそー。詰まったら終わる。オッケー。あ、うそだからモフさんのコースも面白いんだよね。ここです。あー、惜しかった。もうちょっとだった。ごめんなさい、今自分でも何言ってるのか分かんなくなって黙り込んじゃいました。何言ってんだろうね、くるくるくるって一体ね。何も考えてないんじゃないかな、頭の中空っぽなんですよ、きっと。大変だ。よいしょ。ここら辺は落ち着いて。あ、嘘でしょ。大人の階段信じてるね。少女だったといつの日か思う時が来るのさ。少女だったと懐かしく思う時が来るのさ。 H2O だっけ。懐かしいね。よし、二マス右のところブロック叩いちゃってるんで、今度はそれも注意しないといけないということで、難易度が上がっちゃってるな。ここです。押した。よかった、無事クリアすることができたわ。下のキラーは一体何の意味があったんだろう。全然意識してなかったけど、サムネで何か書いてあったのかな。後でチェックしてみよう。さて、よかったね。とても難しい一コースでもクリアすることができた。炎の階段、コウスケさん、ありがとうございました。次のコース遊んでいくで。はい、お次はスピランコース遊んでいきましょう。1009スピードラン、葵さんという方のコース、クリア率は 7.68%、 ベストクリアタイムは24秒ということは、30秒のスピランコースなんでしょうかね。よろしくお願いします。星1000個いってるということは相当いいコースを作っている方だと思いますよ。土管に入っちゃったけど、こっちで合ってるかな。あ、音符シャープ苦手。こっちでいいのかな。はい、進んでいくる。スピンジャンプして赤コイン取って逆向き。今度は1、こっち。はい、奇跡的に一発で来られてるけどいいのかな。
あ、鍵もゲットしてた。次、右。と合ってる。1、2列。くるくるくる。いや、トミーごめんなさい。ちょっと今、言うの詰まった。お邪魔しよう。あ、下に捕まっちゃったよ。間に合うかな。こっち、土管に入って残り4秒。ゴールであったー。よかったー。そして、コインを全部回収して、次のステージに進んでいける。スペランコース一発でクリアできるとなかなか気分がいいですよね。1000球スピードラン、青井さんのコースでした。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。お次はこちらのコースに挑戦してみたいと思います。トゲメット雑技団、まさかチンアルファさん、ベストタイム3秒、クリア率 10%。 こちらのコースを挑んでいきましょう。私、体が硬いんで雑技団的な動きにはとても憧れがあるんですよね。どうすればいいのこれ。はい、とりあえずこのドスの上に登ればいい。登るよ。はい、あれ、登ったらやられたよ。どうするって。はい、それにしてもすごい動きしてますね、あの赤いトゲメットくんたち。上にいるのも下にいるのも。さっき右側のドスに登ったらやられちゃったんで、今度はこっちに来てみた。これでクリアかな。オッケー。いや、ドスンとトゲメット、確かに雑技団的なものすごい動きをしてましたね。一回中国雑技団見に行きたいな。誰か一緒に行ってくれる方いませんかね。トゲメット雑技団、まさかっちんアルファさん、ありがとうございました。それでは次のコース遊んでいくる。お待たせいたしました。今日のラストのコースはこちら。うささ さん、ニッキーさんの靴を履いてお散歩しよう。キープウォーク。国内の普通いいねランキングに入っているんですけど、ツイッターで見つけてこちらのコース挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。キープウォークっていうぐらいなんで半自動コースなんでしょうね。うささ さんのコース、やっぱり全自動とか半自動とかどれを遊んでもものすごく面白いじゃないですか。今回も楽しみですね。あれ？あれ？あ！やっちまった。キープウォークなのに右と Y 押してた。ダッシュじゃないダッシュじゃない。落ち着いて、くるくるくる。いくよ。改めてお邪魔して、これは何のアミーボでしたっけ。名前がよくわからないんだけども、可愛らしい女性のアミーボに変身してますね。大人な女性の感じがします。ファイヤーバーとか今当たってませんでした。なんで避けられてるのこれ。本当にすごいわ。今のも絶対当たってたでしょ。次、まるまるとかトゲメット、コウメイさんの使い方が天才ですよね。やっぱりくる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 。いいですか皆さん、うささ さんといえばくる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 ですよ。くるくるくるとは関係があるのかないのか、それはご本人に確認してください。土管に入っていきましょう。そしてゴール。いやいつどこでどんな動きをするのか全く想像がつかない。さすがランカーさんの自動コース、一味も二味も違いますね。ニッキーさんの靴を履いてお散歩しよう。あの女性の方、ニッキーさんっていうのかな。うささ さんのコースを遊ばせていただきました。ありがとうございます。それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと昨日の、トラウマ会の企画イベントの動画ですね、もしまだご覧になってない方がいたらぜひご覧になってみてください。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。